の劇場版のタイトルなんですけども、はい、あの夢っていうことがタイトルにもテ、うんはい、ーマにもなってると思うんですけど本作だけではなくてこの1年間皆さんたくさんの方々に夢と希望を届けてくださったと思いますあのただ、これから皆さん別々の道で輝いていかれることになると思いますので、うんはい、最後に皆さんにこれからの夢をお一人ずつ伺わせていただければと思います。で<お>では小宮さんんからなんて言ううしょうやっぱり 夢を与える立場になりたいなっていうのが今の僕の目標というか夢でなんか自分は憧れの,その俳優さんとかたくさんいるんですけどそれにそれぐらいもっと人気になって何か何十年か後にはこうやって小宮梨央が憧れだって言ってくれるようなそういう目標になられるような。 存在になりたいなっていうのが僕の夢ですぜひ期待しておりますありがとうございます、はい、ありがとうございますぜひぜひ皆さんからも大きな拍手がありがとうございます,います木原さんはいかがでしょう夢そうですねまあ僕はやっぱこの一年やってきてまあすごい憧れでもあるんですけど、まあ、押し切りしぐるのようなエンターテイナーびっくりした今 <laughs> <laughs> びっくりした <laughs> まあそのエンターテイナーになる第一歩として 僕の中ではやっぱり、まあ、僕の中のこの三大特撮制覇っていうのをちょっと夢として掲げております。それはちょっと、まあ、夢というかも絶対に叶えなきゃいけないなっていうふうに思ってますね。はい、期待しておりりまますすありがとうございます <laughs> さあでは新庄さんいかがでしょう はいそうですねやっぱり、まあ、女優として今後もたくさんいろんな役をこなしていきたいなと思いますしそれこそグラビアのお仕事だったりとかもこれから先もこうキラメイジャーで輝いてたみたいにキラキラ輝いた女性になっていけたらいいなと思っていますぜひ応援しています、ありがとうございます。水井さんは夢いかがでしょう はい、そうですね。まあ、僕もその押し切りしぐるという、まあ、彼も役者という設定でまあこの1年間演じさせていただいて、まあ、1年経ってもまあ彼の背中はすごく遠くにありますしそれを追いかけてこの1年走ってきたつもりだったので、まあ、僕もまあ彼が自分で世界の押し切りしぐるだって言えるくらい僕もその自分の名前が「アジアを飛ぶ夢」っていうあの名前があるのでその名前に。 あの何て言うんでしょうね。追いつけるようにというか体現できるような役者芝居を身につけたいなと思っています。これが今の僕の夢で素敵です。はい、ありがとうございます。工藤さんいかがでしょう？ そうですね私こう、キラメイジャーを1年間やってきて挑戦するっていうことの楽しさを知った1年でなのでこれから本当にお芝居だけではなくいろんなことに挑戦して自分の世界をもっともっと広げていきたいなと思いますしななんだろうなやっぱもっと大きい人間になりたいなと思うので頑張っていきたいと思いまますすすすそれがが私の夢でではいい素敵ですありりとうございます期待しております。 正治さんいかかがですか、はいえっと、最近ずっと G ロストでキャラクターとしてお客さんの前に立ってるんで庄司公平として話すのがちょっと若干恥ずかしくもあるんですが。 そうですねこの1年、まあ、僕は学生もしながらやってきた部分もあって個人でやりたかった勉強もやりながら初めての世界で芝居だったりとか新しい世界に足を踏み入れていろいろなものを見てきたっていうのを踏まえてこう具体的に何かになりたいっていうものよりもここからさらに視野を広げて、えー、自分のなりたい本当の 姿形を目指してていいくっっうものだったりとかでも基本的にはやっぱりこの作品通して伝えたかったものも含めてやっぱり人のためになる人を助けられるような仕事だったり行動ができるようになりたいなと思ってるので、まあ、まだまだ始めたてなので少しずつそういうものに向かっていけたらと思います。 ありがとうございます。素敵です。もう皆様のその夢をね。共に皆さん応援してくださいますよね。是非期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。